ウエストジャパンチャンピオンシップメンズビジークノーリスオーバーオールです。はい、行きましょう。ウエストジャパンチャンピオンシップノーリス4名のチャンピオンに大きな拍手を送りください。行こうぜ、最終決戦ステイドンコー。バトン。クロードコン。126番に128スイッチ。どうぞ。さあ、チャンピオンもまだ体力は残っている。そしてオーディエンスも体力は残っている。最終決戦、もっと大きなコールを送りください。ここまで来たら意地と意地のぶつかり合い。さあ、手元に集計票が届いた。 NPC ワールドワイド FWJ リージョナルショーウエストジャパンチャンピオンシップメンズビジークノービスオーバーオールチャンピオン。エントリーナンバー126番、平本浩輝。よかったです。来年の大会に向けてまた課題があるので、それに克服できるように頑張っていきます。ありがとうございました。177番と180番と1
187番と186番スイッチ。さあまだまだ分からない、ウエストジャパンメンズミジックオープン、そしてマスターズのチャンピオン同士が誰が一つだ。どの選手が勝つのか、バックポーズ。今フロントポーズ決まるか。177番と180番スイッチ。チャンピオンシップメンズミュージックオーバーオールチャンピオン、エントリーナンバー177番、長野フミヤ。優勝した長野選手にはFWJ 代表庄司孝之よりメダルとトロフィーが贈られます。クラス勝った時もねうるっときましたが、この重要なオーバーオール、今のお気持ちお聞かせください。実は去年もこの広島で FWJ 代表に参加させていただいて、まあ、オーバーオールで2位でちょっと本当に悔しくて、今日オーバーオールで勝つことだけを考えて1年間やってきたんで、本当に今幸せな気持ちいっぱいです。ありがとうございます。1年越しのリベンジ、クラス A でね、田澤選手も強敵でした。ツートップ争いでしたから、クラス A での。そこを制しての見事、オーバーオール。1年間、もうこれだけを、ね、思って努力してきたということで、はい、会場の皆様に何かメッセージありますか？僕2016年から NBCJ 時代から参加させていただいてるんですけど、その時は本当にオーバーオールに立つこと、もはやクラスで勝つことすら本当に厳しい世界だなって思ってはいたんですけど、そこから諦めずにもう数年ずっとやってきて、やっぱり継続して夢を諦めないことが本当に大切なんだなっていうことを今実感できたんで、すごく良かったと思います。ありがとうございます。はい、継続すると長く続けるとこういう景色を見る時が来る。次なる目標を伺ってもよろしいですか？そうですね、ちょっとやっぱりどんどん地方大会からもっとレベルの高い大会でチャレンジして結果を残すことに価値があると思うんで、そうですね、今度はもう何回大会にも参加させていただいて、自分がどのレベルの強さなのかっていうのを試したいと思います。はい、ありがとうございます。今後の活躍も期待しております。皆さん、1年越しのリベンジチャンピオンにもう一度大きな拍手を送りください。おめでとうございます。5月12日入れたら山石アイルスカイルジャパンクラシック出場選手募集中です。入れたら山石アイルスカイルジャパンクラシック May 12th。 Got to get your tickets now。